ぼうちん TV エビデイ、ハル YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは、ゆく家のおうちの、ここワーシャーのとこで、ちょっと今歯磨きコップとこれ避難してる。ここにいつも歯磨きのコップといろいろ置いてある。この歯磨き粉とコップと歯ブラシで、このちょっと汚いんだけど、排水口がさ、水の流れがすごい悪くなっちゃってさ、わかる？もうスッと入っていかないんだよ。ムカつく。昔よくこの目に見えるとこがいろいろ僕のタン吐いたり、歯磨きのペでガチャガチャして、お箸、割り箸捨てるようなあれでガチガチやったら取れてね、綺麗になったもんだけど、この排水管の中なんだよな。というわけで、私はネットで見た対処法をやってみたいと思います。このままいけるかな。まあ遠くから見てればいいよ。重曹とお酢を買ってきましたので、100均でね、ネットで見た通りのやり方をやってみよう。250だけど、ちょっとね、作戦があるの。一回これ半分使う、 125g ぐらいで、第2のね、それでもなんか大して治らなかったらの第2波が一応ちょっと用意はあるから、この粉をね、もうジャバジャバかけていいみたいなんだよね、排水口に。半分ぐらい、うん、ドバドバいっちゃう。これぐらいで、お酢で、これで二酸化炭素、有毒ガスじゃないけどね、大量に発生しちゃうらしいので、換気をしてくださいってネットで書いてあった。私今全開けしてるから、まだ夕方なので。で、30分ぐらい放置するんだって。取れてる？これぐらいかな、重曹の半分ぐらいでいいっつって、量にして。中まで入ってってるかな、入ってってるか、吸い込んでんだから。どうなるだか。ちょっと待ってね。あまりにも入っていってないかもしれないので、捨てる用の割り箸でディグってみましょう。ちょっと粉が詰まっちゃってるかも。よもや。あー、触っちゃった。気持ち悪い。おお、奥に入ってた。
日持ちも一回ちょっとすぐかけよっか。合ってるかわかんないけど。シュワシュワ言ってんの。それで1時間放置してみます。待っててね。